説と言われ、架空の存在とされている、竜。しかし、その存在を本気で信じると、なぜか、幸福が舞い降り、一気に人生が、自分の思い通りに進んでいきます。そこで、この番組では、日本各地に点在する、有名な竜スポットや、さらに、地図にも載らない、地元の人さえ知らない、そんな秘密の竜スポットまで、竜さんを愛する私が巡り、現場の強いエネルギーを映像に込めて皆様の元へお届けします。御根湯、湯の滝。とても不思議な響きの名前を持つ、この滝。実は、地球が誕生した頃起こっていた現象を、なんと今でも目の前で見ることができるという、世界で唯一の大変貴重な場所。さらに、この滝をずっと守り続ける、優しい竜さんのパワーも感じられる、とても素敵な滝なんです。地球と竜さんのエネルギーをどうぞお受け取りください。Thank you.
実は、この森、自分が発する音以外、ほとんど音がない空間だったんです。訪れた季節が秋だったためなのか、鳥の鳴き声も一切聞こえず、まさに無音の世界。ただ、この音のない世界が自分の魂をきれいに洗い流してくれたと感じました。ここからは、しばし皆様も音のない世界をご体験いただきます。
今回はですね、御根と湯の滝をご紹介いたしました。YouTube のアップはですね、1ヶ月以上ぶりくらいのですね、久しぶりとなりました。実はですね、とても大きなプロジェクトのお仕事がいくつもちょうど重なりまして、それが今ですね、少し落ち着きましたので、今回久々の投稿となりました。実はですね、中には私がですね、クマさんに食べられたんじゃないかと、ご心配をいただきましてですね、メッセージを送ってくださった方もいらっしゃったんですね。ありがとうございました。今のところですね、食べられていませんので、ご安心ください。本当にですね、お気遣いいただきましてありがとうございました。さて、今回ご紹介しました御根と湯の滝、これですね、初めてこの地名を聞いた時にですね、なぜか非常に心地よい響きを感じまして、ぜひいつか一度行ってみたいと、思っていた場所だったんですね。で、滝に行くまでの森がですね、本当に不思議なんですけども、ものすごく懐かしい感じがしまして、もちろん初めてなんですが、おそらくですね、前世とかでですね、非常に深いつながりがあった場所なんだと、ある意味確信に近い不思議な感情に包まれました。で、映像でもご紹介しましたが、あそこまあ誰もいないですし、物音もほとんどしなくてですね、初めて行く場所ですので、普通はね、少し怖さも出てくると思うんですけど、この場所はですね、なぜか温かさと優しさをですね、感じたんですね。本当に不思議な場所でした。きっとですね、こう妖精さんがいて、見守ってくれていたのではないかと、そんな優しさをね、感じられる場所でした。そしてですね、御根と湯の滝ですが、この空間自体が本当にですね、こう癒しのエネルギーに包まれているんですね。で、なんかですね、こう違う次元にいるような、独特の波動を感じられるような場所でした。で、ここはですね、特に龍神様がいらっしゃるとか誰も言っていないんですけども、私はですね、確実に龍さんがいらっしゃると感じました。このようにですね、龍さんがいると知られていない場所こそですね、私たちが龍さんに会いに行くという目的で行くとですね、龍さんめちゃめちゃ喜んでくれますし、ぜひですね、この滝で龍さんへの感謝の気持ちを伝えると、さらに龍さん喜んでいろいろと助けてくれると思います。さて、今回この動画をアップしたのがですね、3月の21日、この日は何の日かご存知ですか？スピリチュアル的には宇宙の元旦と言われていまして、この日からですね、宇宙の新しい年がスタートすると言われているんですね。それで3月21日は1年の中でも1位2位を争うですね、重要な日なんだそうですよ。
それでやはりですね、私がおすすめなのは神社参拝です。3月21日か、次の日の22日ですね、宇宙元旦の初詣をですね、神社にするのがいいと言われているんですね。で、中でもですね、今年は水に運が宿る年なんだそうでして、海や川、湖などの近くにある神社がとてもいいらしいと、スピリチュアルの方がおっしゃっていましたので、私は早速ですね、実は今海の近くにやってきていまして、今日と明日はビュースポットと神社巡りをすることになっています。ぜひ皆さんもですね、21日22日ですね、神社に行かれる方は神社に行く、行けない方もですね、ぜひ何か神社のですね映像を見ながらですね、遠隔参拝をしていただければと思います。またですね、今回行く場所についてもですね、YouTube で順次アップしていきたいと思います。それでは皆様、今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。